さあ、それでは OLL のクロスまで完成したと思います。次の工程でいよいよこのトップの面すべてを揃えていく作業に移るのですが、クロスを作り終えた時に大きく分けて3パターンあります。まず2箇所が揃っていないパターン、そして3箇所が揃っていないパターン、そして四隅すべてが揃っていないパターンの3種類があります。そしてさらにこれを細かく見ていきますと、2箇所違うパターンが全部で3通りあります。対面が違うパターン、そしてどちらか、2つ違っているパターン、そしてこれ2つ一見同じように見えますが、ここからはですね、この上の面だけではなく横の面こちらも注目していただくことになります。この違いは何かと申しますと、こうして見たときにこちらは同じ方向に向いています。こちらは左右に、開いたようになっています。ですので一見同じように見えますが、これらは、パターン分析をするときに全く別物ということになります。2箇所違うパターンはこの3種類です。次に、3箇所違うパターンです。これもやはりこのようにして、同じ向きにしてみますと同じように見えますが、横の向きこうしてみると違いがわかると思います。便宜上右上に同じ色を持ってきたときに、ちょうど今右を向いています。こちらは下を向いています。右を向いている、回すとこう回していくと常に右を向いているので、私は、このパターンを、右向きというような形で解釈をしています。もう一つ、こちらはこうしていくと、下向きなんですが、実は分類するときにはこの、下向きというような表現というよりかは、左上に、この同じ色を持ってきたときに左を向いているということで、こちらを、左向きというような形の認識にした方が、今後揃えるときに覚えやすいので、このように認識をした方がいいと思います。最後4箇所違うパターン、これは2種類あります。この向きなんですが、それぞれ同じ向きを向いて、今の場合だと上下に開いているパターンですね。もう一つはこのように片面は上下、片面は横向きで揃っている、このようなパターンになります。これで全部で7パターンあります。7パターンありますが、ここからはですね、一つのパターンだけを使って、全て揃えられるように、そういった形で進めていきたいと思います。